はい、今回はですね、この放射線、ガイガーカウンターにスポットを当ててお話をしようかと思います。とはいってもですね、別に私は放射能の濃度があそこは高い、低いっていうつもりはありません。そして前々から私は特定の地域を、特定の地域を出してですね、そこの放射線の濃度がどうっていうこともやめました。 うん、ただ、ある地域であって言い方します。これはですね、47都道府県、私が自分で実際に外貨アカウントを持って測っていた結果なんで、私から見える現実です。でも、他の方から見える現実は違うかもしれません。その違った現実に対して、私は自分の体験をご利用しして、お前もそう思いっていうことはないです。いろんな捉え方、現実がある、判断があると思っています。で、今回何が言いたいかっていうと、で私はね、えー、1億円稼ぎましたって言ってる人がいるとするじゃないですか。 でそれに対して嘘だろうって見る人もいればあ本当なんだすごいなっていう人もいるんですよ。で、えー、SNS とかで札束と一緒に写って「僕は儲かってます成功者です」「皆さんも一緒に稼ぎませんかここに登録お願いします」っていうのを信じるという現実もあるんですよ。 でも、あ,あこういう人は嘘っぽいなと思う人もいるんですよね。で、判断する根拠ってのは何もないです。自分がどう思うかだけなんですよ。全てはそうなんですよ。私がですね、3年で1億円以上稼いだというふうにね、よく吉谷さん言ってくださいますけども、本当なのか嘘なのかっていうのは皆さん一人一人が判断してください。そして私は今、全くう、いわゆる仕事らしい仕事は全くしてません。全くしてないんだけども、家は一括で買いました。これですよ。この家があるわけですよ。ね、ここに来てくださった方、ローンは全くありません。 この家があって一括で払い終わって私が毎日住んでいる奥さんもいるもうすぐ子供も生まれるそういう現実があるだけですねでこれでも信じないっていう方は信じないんですよそれは全然オッケーですあの何を見せても人が信じるかどうかってのは別の問題なんですよねだから証明をしろって言われて証明を出してもその証明は偽造だって言われればあそういう風に見えるんだったらしょうがないなと思うばかりなんですよねこういう風に本当にね。 あの何を信じるか何に対して信頼を抱くかっていうのは実はですね自分のの内側が決めているものだという,ふうに認識しななければなりません。よくこんな言葉があります。何々さんを信用して私も一口買いますとかねそれはね責任を丸投げしてるんですよその前置きの言葉を使うことによってあなたのせいだって言ってるんですよだからね私はすごくねあの負け惜しみだなとかねこの言葉を使っちゃダメだなと思うのは何々さんが前言われてましたけど っていうね前提なんですよ違うんですよそういう情報もあって最終的に自分が裏付けを取るか取らないか別にして判断をしてそれを選んだっていうね自分の選択の結果なんですよ誰かがこう思わしたとか詐欺師がこんないい加減なことを言ったとかあの偽造の証明書を見せられたっていうのも込みで世の中できているっていう風な前提なんですよインチキなものとかそれっぽいものとか詐欺があったりとか押し売りがあったりってそのもう我々ねすでにもう知ってるじゃないですか前提として世の中はそういうものがあるっていう風なだから 信頼できる人か信頼できない人かっていうのは本当に見極めるの難しいですけども信頼した以上もう泣き言言わないことかなと思うんですよ。で信頼は何が生まれるかっていうと信頼させるための作戦の上に信頼関係ができたというふうに思わせるのがミソなんですよね、うん。だから疑わしい人のことを誰も信用しないんですよ。えまさかあの人がって言わせるまで詐欺師ってのを我慢してるんですよ。 そういう思いでねいろんなものを見なくてはならないしいろんな人と付き合わなければならないのかなと思いましたねじゃなかったらまあ私なんて単純なんで疑うというよりも全部やってみるみたいな全部突っ込んでみるみたいな感じですよねで気が向かないものは証拠とかうんじゃなくてやらないみたいな感じです全てそうなんですよあの全てですあのどんなに素晴らしい実績をひきらかされてもどんなにねみばらしい過去があっても私あんまり関係なくって <laughs> でそういうところにあんまりね感銘を受けないんですよ。なんかなんとなく過ごしてみて気が合うなとかこの人に語りしたいなっていうふうに心が感じたらその通りにするだけなんですよ。でこけたら一緒にこけるで、うまくいったらよかったねーでね賞賛を送るっあんまりねだから自分の人生を生きてると誰かのせいでこうなったとか誰かに頼む誰か頼りとかってのはなくてなんか自分のねストーリーを生きていくうちのたった一コマなんですね全てが。 だからあんまりね信じる信じない論争っていうのは私はなくて信じてもやらないものもありますし信じてなくても詐欺だと思っても参加するものもあるわけなんですよ極端なこと言ったらね実際ないですけども、うん、でともそもそも私は何かに参加するってことがもうなくなりましたね自力で全部やるんでだそうなるともう最強モードかなと私なりに思うんですよもうすごいちっちゃい人間ですけどね ちっちゃい人間なんですけども誰かにビジネスを持ちかけられてもいや僕ねそのビジネス始めるのに登録用紙自分名前書かないといけないんですよその名前書くのもめんどくさいんでもうやりませんみたいなレベルなんですよもう何何かしらか関わるのが嫌だみたいなねでも自分が頼まれてもらうのにこの人となんかしたいなってね思われる突きをかされる瞬間ってあるわけですよそれに対してはもうギャラとかね手間賃とか何とか関係なく体が動いちゃうなというところですよね まあそんな感じで何を信じるか何を求めるかそれはね本当の自分にしか分からないとだから自分を知り己を知り相手を知るとかねいろいろ言いますけどもまずは自分の心がどっちに動いてるのかってことを我々は耳を澄ましてね自分に聞いてみるってことを繰り返すべきかなと思いますよね自分以外の人にヒント求めてもダメなんですよ何々さんだったらどうしますっていうのはもう完全にね やってももいいいですけども私はしないかなかと何々さんだったらどう思いますその人がどっちに結論しようか自分の決断には関係ないんですよ。と私は考えてますけども別にね誰かと相談して決めるのが悪いということではないです。それは皆さんそれぞれね歩き、えー、ますからね。私はまあ全て自分の内側から出て、えー、決断して <laughs> 全部自分一人で責任を負ってみたいな感じですかね。まあ、そんなところでございます。えー、47歳の。 46歳か、46歳の一人ごと強がりでございました。で失礼します。